皆さんこんにちは。日本のタレントのリューチェルさんが12日東京渋谷区の事務所内で死亡しているのが見つかりました。27歳でした。死因は明らかになっていませんが、警視庁は自殺を図った可能性があるとみて調べています。リューチェルさんは2016年にモデル仲間だったペコさんと結婚し、2018年に男児が誕生しました。2022年8月に離婚を発表した際、リューチェルさんは父親であることには心の底から誇りに思えるのに、自分で自分を縛り付けてしまったせいで夫であることには辛さを感じてしまうようになりましたと述べていました。またインスタグラムでペコさんと息子と一緒に暮らしていくとしていました。しかし父親がいなくて子供がかわいそうなどとカミングアウトを決意したリューチェルさんを多くの人が非難したのです。リューチェルさんは今年2月ペコさんと一緒に YouTube 動画に登場。ペコさんは元夫のセクシュアリティについて話し合ったことや家族として向き合って進んでいく考えを語り、批判を受けていたリューチェルさんを擁護しました。リューチェルさんは性別に縛られないジェンダーレスな着こなしで知られ、日本で影響力のある LGBT 性的少数者を代表する存在となりました。しかし一方で有名になるにつれてオンライン上でのおびただしい中傷や嫌がらせの標的にされ、私生活や従来のジェンダー規範に当てはまらないそのあり方を批判されるようになりました。死亡したことが明らかになって間もなく、日本のツイッターではリューチェルや誹謗中傷がトレンド入りし、多くの人がショックや悲しみをあらわに。中にはリューチェルさんは厳しい世の中で輝く光だった、自殺は防げたはずだとの投稿もあったのです。その後も多くの著名人が悲しみの声を上げる中、1億円以上を美容整形に投じ、究極の美の先駆者を自称するタレントアレンさんが13日夕リューチェルへと題して長文のブログを更新。改めて親交があったリューチェルさんへの思いを綴りました。アレンさんは、何がきつかったんだろう、耐えられないことが突発的にあったのかな、リューチェルの弱いところを知ってるので、プライベートなこともたくさん知っていたので、いろいろとリューチェルのことや気持ちを考えていたら涙が溢れて出てきてしまいますと、現実を受け止められないまま一晩が過ぎたことを打ち明けました。二人で神戸旅をしたり、急に呼ばれて新宿御苑で散歩をしたり、亡くなった場所となってしまった都内の事務所で夜中まで長い相談に乗ったこともあり、そこでリューチェルの弱いところを初めて知りました。アレンさんのアドバイスを理解し受け入れてくれたこともあったといいます。 YouTube 動画への出演を依頼し、今月後7日は調整は可能だと返事をもらっていたものの、自身のスケジュールが合わず、また別で撮ろうねって終わったのが最後のやり取りでしたと明かし、その時にお互いの近況報告し合って、リューチェルの話も聞いて気持ちがすっきりしてたら何か未来が変わってたかなとか、いろいろ考えてしまいますと悔やんでいました。また世間は表に出てることしか見えてないので、見当違いも甚だしいことを知ったような口を聞いていろいろ言ってますが、私はそのリューチェルを知ってたので、本人の口からなんでどうしてそうなったか、ここ最近で何か大きな変化があったのか聞きたかったです。もう知る手段がないことが悔しいと、やりきれない思いを吐露、リューチェルに改めてたくさんの感謝を伝えたいですと綴ったといいます。またリューチェルさんといえば、ブラジャーやパッドで形作られていた胸の膨らみが、最近では谷間が見てわかるほどに、肉体の変化は自分らしくいるために重要だったと言っていました。反面その変化は心ない言葉にも凛と立ち向かっていた強い心にほころびをもたらしたのかもしれません。10年来の友人が無念さをにじませました。一部で報道されているようにネット上での誹謗中傷が無関係だと思えません。昨年から見るに耐えないひどい言葉があふれていました。ただ彼は芯が強い人だったし、そうした悪口にもこれまでは向き合えていました。その強さは誰にも真似できるものじゃありません。本当に尊敬できる人でした。でもここ数ヶ月はいくつもの出来事が重なってしまって不安定な精神状態だったんです。リューチェルさんは生前
自分らしく生きることを積極的に発信していました。自分らしく生き始めた矢先、彼の身に何が起きていたのでしょうか。リューチェルさんの生涯は波乱万丈だったといいます。1995年に5人兄弟の末っ子として沖縄県で生まれ、幼少期からお人形遊びや可愛いものが好きで、同世代の男子とは違うことを自覚していたといいます。高校卒業後に上京すると原宿のショップ店員として働き、読者モデルとしても活動しました。すでにカリスマモデルとして活躍していたペコさんと2014年に出会い交際を始めると、人生が大きく動き出したのです。2016年12月、21歳の時にペコさんと結婚、2018年7月に男児が誕生し、23歳で父親となりました。順風満帆だと思われていた矢先の2022年8月突然離婚を発表しました。離婚後リューチェルさんは自分を解放しました。メイクやファッションが大きく変わり、外見は女性らしくなっていきましたね。ネット上での誹謗中傷が目立つようになったのはこの頃からです。リューチェルさんの変化を嘲笑したり、身勝手、育児放棄などのバッシングが相次ぐようになったのです。それでもリューチェルさんは心の声に正直に、今年に入ってからは自分らしさをさらに追い求めるようになっていきました。前室の友人は今年2月リューチェルさんの胸の内を耳にしていたといいます。彼は女性ホルモンの投与に興味を持っていました。心だけではなく体も女性になりたいという気持ちが強くなっていたようです。前向きな話をしていましたが、同時に副作用の不安も口にしていました。一部報道ではリューチェルさんは今年4月頃から女性ホルモンを投与し始めたとされています。冒頭のように体の変化は大きかったようで、5月18日に自身のツイッターに投稿した写真にはしっかりと胸の谷間が写っていました。不安定な精神状態に追い打ちをかけたのは恋心だったというのです。離婚後しばらくするとリューチェルさんのそばには親しい関係の男性の姿があったといいます。男性との関係を続ける中でうまくいかないことが増えていたようです。ある時リューチェルさんはぎこちない笑顔を浮かべて、女の恋愛って難しい、男とは全く違う、私は恋愛に向かないかもと話していました。しかもその男性には女性の影が見え隠れしていたようで、いくら体を女性に近づけたところで結局女性にはかなわないのかもしれないと落ち込んでいたこともありましたと友人は続けて語っていました。彼は一人でいろんな問題に向き合っていたのではないでしょうか。グアムで家族と過ごした時間はかけがえのない、本当に幸福感にあふれたものだったと思うんです。だから帰国後一人になり、より一層の孤独感に苛まれたのかもしれません。今までは乗り越えられたことも様々な事情が重なったことで乗り越えられない状況になってしまった。近年のリューチェルさんはダイバーシティ、多様性や SDGs などの社会の課題について発信し、その真摯でまっすぐなメッセージは多くの人の心に響いていました。しかしもうリューチェルさんの声を聞くことは叶わないのです。いかがだったでしょうか。同じ境遇に立っているアレンさんだからこそリューチェルさんの気持ちがひしひしと伝わるのでしょう。友達だったからこそ、仲間だったからこそ、本当の気持ちを言ってほしかったと思っているアレンさんのことを心配する声も多く聞こえています。一体リューチェルさんはどんな心境でいたのか、もうそれを知ることはできません。もうこのような悲惨な末路を迎える人がいないことを祈るばかりですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。